ガラタサライスポル・クリュビーは、トルコ・イスタンブールをホームタウンとする、トルコプロサッカーリーグに加盟する、プロサッカークラブ、ガラタサライとして、一般的に知られており、1905年にあり、サミーエンによって創立された。本クラブは総合スポーツクラブであるガラタサライスポル・クリュビのサッカー部門であり、総合スポーツクラブは、ガラタサライ大学やガラタサライ高校を含む、ガラタサライトップルルーの一部である。トルコで、最も成功したサッカークラブであり、これまでにリーグを21回、カップを14回、T カイカスユペルクパを12回制している。イスタンブールフットボールリーグの解体後、1959年からスユペルリーグの全55シーズンに参加している3チームのうちの一つである。国際的には2000年に UEFA カップ、UEFA スーパーカップを制し、ヨーロッパの優勝杯を掲げた初のトルコクラブとなった。また、UEFA カップを無敗で制した初のクラブである。国内では、スユペルリーグで4連覇を果たして唯一のクラブである。1999から2000シーズンには、スユペルリーグ、テュルキエクパス、UEFA カップ、都市ドカップを制し、単一シーズンでの4冠を達成した。また、IFFHS 世界ランキングで1位になった。唯一のトルコのクラブである。2011年からクラブの本拠地は収容人数 52,695 人のトゥルク・テレコム・アレナである。このアリーナはスポーツスタジアムでの歓声の大きさの世界記録を保持している。これ以前は1963年からあり、サミーエンスタジアムを本拠地としていた。長年のライバルは同じイスタンブールを本拠地とするベシクタシュ JK とフェネルバフチェ SK であり、特にフェネルバフチェとのダービーはクタラララスデルビとして知られ、世界でも最大級のダービーとみなされている。トルコ国中に多くのサポーターを抱える、最も人気のあるチームであり、2500万人のファンがいると見積もられている。また、ガラタサライはトルコの最も強力なグローバルブランドであるとみなされている。ガラタサライの短縮系の呼び名はない。ファンはクラブを正式名か愛称のシムボンボン、あるいはそれを縮めたシムボンと呼ぶ。ガラタサライは複合語であるため、そのように発音される。ガラタサライと切って発音するのは誤りであり、ガラタサライのように非常に短い間を空けて発音しなければならない。UEFA のホームページには、トルコ語での株式会社の意味を示すアズを用いて、ガラタサライアズとも表記されている。ガラタサライの最初の写真。ガラタサライ SK は1905年の秋に、ガラタサライ高校の生徒によって、サッカークラブとして設立された。ガラタサライの初代代表は、アリ・サミーエンである。初試合は、キャリ9位 FC との間で行われ、ガラタサライが2対0で勝利した。クラブの名称に関しては議論があり、グロリアやオドスといった名称を提案する者もいたが、ガラタサライに決定した。ガラタサライという名称は、ガラタサライ高校から取られている。ガラタサライ高校の名称は1481年に設立されたガラタ・セルイ・エンデルーン・ユーフーマンに由来しており、ガラタは近隣の中世ジェノアの属州ガラタから取られている。ガラタサライは直訳すると、ガラタ宮殿という意味である。オスマン帝国時代の1905年は、結社のための法律がなかったため、クラブは公式に登録することができなかったが、1912年に結社法ができ、クラブは法的に登録された。当初のクラブカラーは赤と白であった。これはトルコの国旗の色である。クラブカラーはその後変更され、1907年まで金色と紺青色が使用された。1908年には赤と黄色が選ばれた。当時、他にトルコ人のチームが存在しなかったため、ガラタサライはイングランド人やギリシャ人のチームで構成されるイスタンブールサンデーリーグに1905から06シーズンから参加した。ガラタサライは1907から08シーズンに初優勝を果たし、トルコサッカーの歴史の始まりを告げた。1952年までにガラタサライはイスタンブールリーグのタイトルを10回、サンデーリーグのタイトルを6回、フライデーリーグのタイトルを3回獲得した。1952年から1959年までは、トルコ初のプロリーグ、イスタンブールプロフェッショナルリーグが開催された。ガラタサライは7年間で3回の優勝を果たした。1959年に、トゥルキエプロフェッショネル1リギが結成された。これは、トルコサッカーの全国リーグであり、ガラタサライはこれまで全てのシーズンで戦い、18度のリーグ制覇を果たしている。1962から63シーズンから始まったトルコカップではこれまでに14回の優勝を果たしている。2000年5月17日、UEFA カップ決勝、アーセナル FC 戦の先発メンバー。ガラタサライは1990年代末に最も成功した。2002 FIFA ワールドカップで3位、UEFA ユーロ2000で準々決勝に進出したトルコサッカーの黄金世代に支えられ、トルコのサッカークラブで初のヨーロッパタイトルを手にした。才能豊かな選手たちに加えて、ガラタサライのサポーターによって、地獄と呼ばれ、威圧的な雰囲気を持つアリ。サミーエンスタジアムへ訪れるのを相手チームは嫌っていた。ガラタサライ SK の最初のクレストガラタサライの最初のエンブレムは学籍番号333のサバッキー、エーゲによって描かれた。これはくちばしにサッカーボールを加えて翼を広げた和紙を描いていた。1925年にアイティラ・エミンによってデザインされた現在のゴン・シンクレストになった。ガラタサライが結成された時、ホームグラウンドを持つトルコのチームはなく、インスタンブルフットボルリギの全試合はパパズンチャユルで行われていた。1921年、イスタンブール初のサッカー競技場であるタクシムスタジアムが建設された。このスタジアムはイスタンブールの全チームのホームグラウンドとして使用された。タクシムスタジアムが1940年に解体された時、ガラタサライは大きく近代的なスタジアムの建設を決定した。第二次世界大戦の影響により、スタジアムの建設は20年以上遅れた。この期間は、シェレフスタジアム及びドルマバフチェスタジアムでプレーした。1964年12月20日、アリ・サミーエンスタジアムがオープンした。ガラタサライの創設者であるアリ・サミーエンの名を冠した、このスタジアムは、イスタンブールの中心にある、シシークのメジディエキョイ地区にある。1964年は、スタジアムの収容人数は35,000人強であった。安全や立ち見席の禁止などにより、1993年に全席座席付きで収容人数は22,000人に減少した。数年後、地震で損傷を受けたメインスタンドの改築により、収容人数がわずかに増加した。イスタンブールのオリンピック招致のためアタチュルク、オリンピアトスタドが建設された2002年の後、ガラタサライは UEFA チャンピオンズリーグの試合をこのスタジアムで開催し始めた。ガラタサライとオリンピアコストの試合は 79,414 人の観客を集め、トルコのスタジアムにおける観客動員記録を破った。しかし、規模が小さいアリ・サミーエンスタジアムも、ガラタサライのファンにとって歴史的な重要性を有していた。ガラタサライが新たに建設されたトゥルクテレコムアレナに移った後の2011年にアリ・サミーエンスタジアムは解体された。ガラタサライの新本拠地はシシリクのマスラク金融街に近いアスランテペ地区にあるトゥルクテレコムアレナである。2011年1月15日にオープンした新スタジアムは座席数 52,695 でトルコのクラブが所有するスタジアムの中で最大である。スタジアムアンセム1998年からガラタサライの選手がゴールを決めた後は必ずエルメスハウスバンドの恋のサバイバルの最終部が歌われる。この曲の歌詞は英語であるが最終部はララララ以外に歌詞はない。また、試合前は必ず、北米インディアンの非常に古いチャントである、フロリダ州王チャントが、ガラタサライのスカーフやバナー、旗を振るファンによって歌われる。このスタジアムアンセムと、サポーターによる、絶え間のない轟音のため、多くの人々はスタジアムを、ゼヘンネムスヘナムと呼ぶ。ガラタサライのファンは、ヨーロッパでの大会を重要視しており、ガラタサライはファンによって欧州の征服者として知られている。この愛称は、ガラタサライが1999から2000シーズンに UEFA カップと UEFA スーパーカップを制したことから来ている。ガラタサライのファンは、ウルトラスランと共に世界で最も熱狂的なファンとしても知られている。メディアの世論調査によると2000年以来、ガラタサライ SK はトルコで最も人気のあるチームである。2012年6月に行われた調査では、ガラタサライ SK が 41.8% で1位、フェネルバフチェ SK が 35.9% で2位、ベシクタシュ JK が 16.3% で3位、トラブゾンスポルが 4.7% で4位であった。1909年1月17日にパパズンチャユルで行われた初の大陸間ダービー。イスタンブールのビッグ3クラブであるベシクタシュ JK、フェネルバフチェ SK、ガラタサライ SK は100年以上ライバル関係にある。ガラタサライとフェネルバフチェのライバル関係は、イスタンブール最大のダービーであり、トルコサッカーにおける最も重要なライバル関係である。このダービーはサポーターにとって象徴的な重要性を持っており、サポーターはダービーに勝利せずにリーグを制したとしても空虚であるとしばしば口にする。以前は、サポーター間の暴力などが数えきれないほど起こっていたが、近年は減少傾向にある。ダービーの特徴は、満員の観客、試合の間途切れない大音量の声援、キックオフ前にサポーターによる相手チームをあざける振り付けなどである。その他の一部に所属するイスタンブールのクラブとのダービーマッチもあるが、歴史的にはライバル関係は薄く、ビッグ3同士のダービーのように国内中からの関心は集めない。ムスレラ1マリアーノ22ルインダマ27、マルコン45長友55エンゾンジ92、ベランダ10バイラム19フェグリ89バベル11、アンドネ23、括弧内の国旗はその他保有国籍もしくは市民権を示す。ありがとうございます。